スタート。じゃあ、そのね、例えば、まあ、石破さんが、その、野党に、まあ、下がる場合、もう今しかチャンスないよね、それやったら。市長になるかどうかっていう文脈ではね、今しか値段高くないから、石破さんの値段は。だってまだ何もしてはれへんから。だから値段高いの。石破のネームバリューしかないからやねんな。で、ところが、じゃあ野党はね、もし政権取ったら、そのアメリカの農産物の襲撃受けるやん。なんとかカオスをしても中国の農産物の襲撃受けるやん。で、平和憲法です。平和ですから外国の農産物をたくさん買って平和に広めちゃう。日本の農家どうすんの？おいおいってなるやろ。じゃあ、日本はそのある種のパイはございます。で、農家を増やしましょうができないのは、機能しましょうのができない。じゃあ、そっちの道はちょっと寂しく悲しいんですよね。日本の農家ゼロになってる。いなくなる。消える。死ぬみたいな。みんな首くくらをしちゃう。あと、うわ、どうしましょう。あたふた、あたふた、あたふた。ありえへんやろ、そのでも、なきにしもあらずやろ、野党政権の場合な。じゃあ、そんなことはないですって、今は言えるわ。政権取ってから、そんなことないです。そんなことないです。でも、そうなって言ってるで。いや、だから努力はって、はって、努力産業かは政治ってなる。な努力産業って何やねん。なじゃあ、もう若者やとはまるで政治のことを努力産業と思ってるの。じゃあ自民党の先生方は何とか努力しました。ほんまにやったんねんで。指示、もういろんな方向にいろんなことを言って、それでも通らんかって、こんだけ通ったっていうのを持って帰ってきた反面、自民党の先生だけが、各筋交渉、説得して、自民党だけにやってんねんで、それ。それこそ与党やからできるやん。そうや、それできたからずっと言ってる。自民党しかできへん。いや、だから野党まだ政権ちょっとしか取ったことないからね。そうやね。だから今、野党任せたらあかんねん、今。やろこんな大事な時期にちょっとしか経験の奴らに任せたらあかんねん。自民党に頼るしかないねん、実は。で、仮に野党の時に、どういう原理が働くか知らんと甘やかして、アメリカ農産物も中国農産物も遠慮したとしようや。オーストラリア農産物も遠慮したとしようや。で、ロシアが、もう我慢しはったとしようや、プーチンが。な。その時にだね、民主党政権の目玉、それは、都市市民を地域に返す。自民党が言ってたことで、農家に戻しましょう。機能しましょうって言って。自民党は何かしてくれましたか農家に何かしてくれましたかって言われた農家、そういうのさしてもうてんやんな。って思う人種で農家は。で、石破さんが農家に対して自民党は何かしてくれましたかとは言わんけど、安倍政権があなた方に何かしてくれましたかって言ったら、そういうのしてもうてんやんな。って思う人種で農家。だからおとぼけというか、のんきな人たちね、実はな、じゃあ、なんかひどいことしたって別に、必死で防戦してアメリカ農産物の襲撃を。まあ、それでこの手で積んでんねんけど、農家は、うわ、やってくれるなって、全然守ってくれへんやんかって、のんきに思う人種やねん。だったら、あんまりそういうこと考えたらあかん産業やねん、実は。せやろ、そんな政治とか、うつつ抜かしてどうすんねんみたいな産業やし、農家もね。でしょ？そら、全部機械やれって政治やるぞ。そうやったら、例えばまるでアメリカ南部の、ね、地主みたいに黒人の奴隷の働かせ。で、自分は政治活動とか、その、まあ、社交界で。そんなんじゃないから、日本の農家は。な？そんな大事な農家、騙すなよ。な？日本人の生き方の一つの最大事な本質の類型の一つでしょ。でな？それを、誰かがあなた方に、よくしてくださいましたかとそんなやつあかんのめっちゃ手厚いんだって企業が農業にじゃあ参入してますか させてへんねん自民党そっか支持が当たり前じゃんかじゃあ野党政権そこ参入させんねんとりあえず農地を預けてくださいおいおいおいでも決まりましたから政権です私たちがなんやねんそれとかねそれは都市市民に有効に農地を分け与えるためにまず私たち農地を一旦つけてくださいって野党政権やるよな。で、そのシンボルに石破がおったらそうしましょうとか言ってんだ。あれやぞって。
な、ありがちやろ。なりがちやろ、そういうふうに。あ、なるんちゃうかって、はっと気づいたんや、どうかは。な、怖いやろ。な、野党政権怖いよ、実は。しかも、そこでアジテーターや、思うと、ただ、な、これから素晴らしい未来ですとか言って、何が、どこかって、誰にもそんなこと言いません、言わせませんって。だから、何が素晴らしいのって、考えるなら感じろとか言って、はは耕す時考えてますかって考えてるわ考えてんのお前だけやろ山本ってなるやんいったん預けてください素晴らしい未来のためにないんやそれ農家そこは気がつくねなんでって土地をいったんあなたのものからこっちのものへってところはピッターのすんね農家は当たり前やんけ